さあいよいよ準々決勝が開始となります。始まりました。デザーには、作り手が入っているのでそれがベストのスタートで出ました、うん、ここはまずはベストのスタートですね。ここからアーティファクトに続けばもう最高のスタートです、うん、で、市川さんの方はスレイベンがないのでここで3点来るとも受けるしかない。おもうほぼ最高のスタートを切りましたね。作り手キラン、ここでキラン進行、まあ、さすがにいつの時代でも強いですね、うん、スタンダード最高峰の動きかもしれないです、うん、さあちょっと苦しい格好となりましたが市川選手。そうですね、うん、コンボデッキなので基本的にはそのジェスカ用紙やっぱり初動が早いビートダウンというのは大体相性悪いですね、うん、あただバリスタ出たのでこれで作り手を止めれる。さあ追加があるかというところで収集手、うん、フリーチャー続かないのでちょっとこれで所属だいぶ落ちましたね、うんうん、今発明展覧会状態です乗り手がいないというですね並べてるだけですね、うん、さあこの隙におそらく今手札にあるであろう安堵の再開だとかでちょっとコンボの準備を進めていきたいところです、うん、手札には推しの贈り物もいますね。あとゴールである発明の天使が手札にもあるので、うん、ここで3マナなんでしょう、はい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 、うん、今あれですね、青の砂漠が土地に置いてあるんですけど、うん、まあ、そこからも青マナ出せたんですけど、相手がアグロできていることでダメージを食らうことを嫌って霊気拠点の方から青マナを出してますね、うんうんうん、なるほど。結構こういう細かいところでもねそのプレイの切りを問われてくるので、うん、さあここで推しの贈り物と土地をディスカードしていきます市川選手。そうですね、うん、ちょっとクリーチャー落とせないのはあんまりいい展開じゃないんですが、うん、まあ、ただ手札に発明の天使があったので、うん、まあ、おそらくそれを素出しするプランを見せてるので、なるほど、ちょっと墓地6枚まで遠そうだからっていう感じですよね、うん、さあここで全リカードメッセージを結構ここまでね 1,2,3,4 で動いてます、うん、クリーチャーとあちゃんとしたトークン出してくれって言ってますね。なるほどなるほど、ニーニーって書こうかってあ、なるほど、今書き直し中ですね。ボールペンで書けるか、はい、今あの選手ニーニーニあー強い。これで一気に2体登場できたので、うん、先ほどのその機体を出すだけのターンだったんですけど、うん、それをもう埋めましたね。早速さあ一気に7点、うん、でエネルギーも使っていきます、うん、通常のマルドゥ機体とかだとあのマナベースが結構不安定でエネルギーも大事だったりするんですけど、うん、まあ、白タンなので結構強気にエネルギーも使っていきます、うんうんうん、いいデッキですね結構、うん、かなり珍しいデッキ使ってるなと思ったんですけど、その機体の3色であることのマナベースの弱点を解消していると。そうですね、ところですかね、まあ、その分ちょっと採用できるカードが絞られたりするんですけど、うん、まあ、今出てる限りではまあほとんど最強カードが、うん、出てきてます、 そうですね、作り手キラン収集手ギデオン、うん、さあ難しいところですね、まあ、ここからはあ迷いながら安堵の再開と、ね、オーシントゥーデッキは飛行クリーチャーに対して結構弱くてですね、うん、今並べられている機体かなり辛いですね、うんうんうさあ手頃なブロッカーを揃えて相手のダメージを軽減していきたいところですが、うん、並べていきましたね、まあ、ただこの際展開で1点ダメージ食らってしまったので歪曲あるよと。ああなるほどね。さあここで市川選手投了と、白タンということで除去があんまり使えないんですけど、うん、
通常のマルドゥー機体とかであれば無許可の分解だったりとか致命的な一押しだとかそういうカードが使えるんですけど、まあ、白タンにしている都合であの使える軸がかなり絞られてるんですが、今の次元の歪曲というカードが使われていて、で、まあ、除去として使うこともできるんですけど、今みたいにあの自分のキラーの信号に打ち込んで、まあ、パンプカードとしてこれですね、プラス3マイナス3の修正、まあ、タフネス3までのクリーチャーと破壊できるんですけど、キラーの信号に打てば71飛行でアタックできるんで、なるほど、もう結構一撃必殺みたいな、ゲームを詰める展開ではすごいいいカード、攻撃のカードになります、さあワンマリガンに抑えられるか、やっぱねコンボデッキなんでそれなりにリソースが必要で、あんまり度重なるマリガンをやってるとコンボまで通ってくる、あ、これはもう即キープしましたね、かつ戦術も上、これなんとかゲームできそうですね。さあ準々決勝2本目がスタートします、まず作り手、そして作り手、あ、2マナアンティアフトないですね、お、ということは、まあ、じゃあ結構のんびりしたスタートになりそうです。これセブタ選手1ダメージを食らいながら、いや食らってないですね、あ、食らってない、アンドの再開なので、はい、あ、失礼しました、これアンド再開ですね、これいいスタートですね、これで、ね、返しに2マナアンティアフト引かれなければ、あの土地土地かちょっと寒いですね、この後どうなるか、さあ当てが来るか、これですね、まあ、1マナ11、さあ1点パッチ、先ほどよりはといったところでしょうかね、そうですね、やっぱさっきも本当にロケットスタートだったので、まあ、ただ手札にギデオンと難題の剣士が見えるので、もう一回動き始めたら一瞬でゲームが片付く可能性があります、なのであの市川さんの方としてはそれまでに、しっかり自分の、ね、ゲームを作る動きを、まあ、ただちょっと物足りないかな、これ1点食らいながらの、傲慢な新生死とサモン召喚ですね、まあ、見かけこれで一応止まるんですが、まあ、手札に、歴剣の収集艇があるので、まあ、3-2 で作りとアタックしてくる、手札に来世の門があるので、あの最初のアンドの再開のディスカードがクリーチャーだったらもうかなりのロケットスタートだったんですけど、まあ、ちょっと失速してますね、あのサモン召喚の効果を、まあ、いかに有効に使っていけるかというゲームになりそうです、なるほど、あで今デザーにあれですね、あの歪める嘆きをドローしましたね、これはサイドインしたみたいです、歪める嘆きはパワーかタフネス1以下のクリーチャーを追放するので、今そのゲームの鍵になっているであろう、あのサモン召喚を追放することができます、なるほどなるほど、確かにインスタントでも今すぐプレイできます、ただ今ちょっと悩んでるのはこれ11のエルドラージ末裔クリーチャートークンを出すこともできて、それを生贄に捧げると色マナ、あ、じゃあ無色マナを出せるので、3ターンギデオンみたいなプレイが取れます、あ、なるほどなるほど、なので、サモン召喚を倒して、相手の速度を遅らせるか自分の速度を上げるかをちょっと検討してます、さあキャストしましたがどのモードを選ぶのか、そうですね、まあ、打った以上も多分決めてるんでしょうけど、トークンにしました、これはエルドラージトークン、無色のエルドラージ末裔トークン、クリーチャートークンということは、まあ、3ターン難題の剣者か、3ターンギデオンのどちらかが炸裂する、さあギデオンは手札にあるんですが土地がないようですね、土地は1枚確かあったかな、あ、土地かな、そこで石の宣告、あ、土地ないのかな、あ、ないですね、あ、なるほど、だからトークンで出そうとしたんですね、どこでアタック、お、勇敢にも、あ、じゃあさすがに、まずせっかく出したマスエクリチャートークンそうですね、さあ4で来世の、あとは墓地にクリーチャーがうまく溜まってくれればというところですが、あ、土地引きましたね、これでギデオンか難題の剣者出ます、これ一旦早かったら、難題の剣者の来世の門抜かれてたので、まあ、なんとかギリギリセーフというところです、危なかったですね、
サータック。じゃあギデオンってことですね、これ。1点ダメージを受けて無職からギデオン。とりあえず一度は傲慢な新生児でギドの攻撃をキャッチできるので、あ、クリーチャー引きましたね。しかもサモン長官難しいですね。とりあえず手がかりを起動して、うん、ディスカード用のカードを確保したいかな。何気にこの青マナがダメージランドしかないので、ここから1点ずつ受けていくと、まあ、最終的に痛手になってくる可能性があります、うんうん。コンボデッキにとってのギデオンもいつの時も天敵です、ね、うん。あ、4枚落とします、うん、さあ結構際どいプレーですが、さあ一気にこれで、うん、まあ、3枚落ちたのはかなりこれは上出来ですね。そうですね、うん、で傲慢な新生児と手札のサモン長官で、うん、一応5枚まではいけるので、うんうんうん、あと1枚ですかね。もしかしたらこれクリーチャー全部落ちてそうですね。確変モードがそうぴったり起動、あー違うか、来世のもんは2万の起動、あ、だからそうですね、うん、これでクリーチャー全部落ちてればクリティカルヒットでいきなり出たんですけど、ね、さあまだ勝負は分からないですね。そうですね、おここでルーティング、これでクリーチャーを引けると、うん、非常に良い。いやもう押しに行けます。ああ引けない引けない、うーん、まあ、最初の4枚起動3枚落ちたらまあかなり上出来だったので、まあ、こんなもんかなって感じですね、うん、あ、まずいな、ダブルセットしたの土地、あ、なるほど、シェフェトの砂丘置いたからこれ伝わらない、伝わらないかな、うーん、どうかな、ちょっと あ、新生児のドローもしてないな、確かに。なるほど、なるほど。ちょっと、珍しいな、こんなに。ただ、新生児は伝わらなかったかな、まあ、そうですね、まあ、あれはどうでしょうね。まあ、ちょっと解説席の方ではですね、ちょっとフューチャーマッチのところに関しては、あまりちょっと干渉ができないような状態ですので、もう少々お待ちください、はい、環境面戦準々決勝ですが、と今、たちの最低が入っているところとなっております、うん、結構ね、こういろんな処理が挟んじゃうとなかなか気づきづらいんですよね。今状況説明してますね。置いてターン返したところで出して殴ったよっていう状況を教えてあげてますね。あ、なるほど、可能な限り戻せと。変わんないよと、うん、さあライフ 6、ここで、うん、じゃ発明の天使は欲しいかな、うん、とりあえずギデンを落としながら、あ、クリーチャー来ない。さあここは来世の門をドローしたように見えましたが、
まあ、ただ青砂漠が場にあるので、うん、あれを起動することで発明の天使を落とすことができれば、まあ、まだ逆転の可能性あるかな。そうするとギデオンが落ちながらライフが12まで回復するので、うん、まあ、ただ落ちないとほぼ負けてしまうということで、うん、まあ、ちょっと命運を分かつため今ちょっと検討中ですね、うん、さあここで近藤選手どう動くか、まあ、起動するしかないんですけども、リソースがないの で、ね、あの3マナ21のやつを出すかを悩んでるんですけど、近川選手の手札が、先ほどの平地と平地と来世の門の2枚目と基地の勇者です ね、青の3マナ21で間にいた時に、2枚引いてパワーの分だけ、うん、パワーの分だけ引いて2枚必要、あこっちにしました、あ、うん、やっぱこっちか、発明天使落とさないと、さあ落ちるのか、1,2,3 土地だがクリーチャーすらない、ああギリギリいけるかな、ギリギリ、まだいける、まだいける、なるほど、いや危なくオールランドかと思われましたが、危なく終わってしまってましたけど、これならギリギリ、ギデオンを叩いても沈まないから、ギデオンを封じ込めるしかないかな、1,2,3,4,5,6 枚ですね、ぴったり。さあ先ほどの軌道では3枚落ちたんですが、今度は逆に1枚しか落ちなかったと。さあここで推しの贈り物が登場、うん、さあこうなってると気になるのはデザーニの手札ですが、うん、まあ、手札に、さっき石の戦国みたいなカードがあると無条件で敗北してしまいますね、うんうん、ギデオンをブロックするんだったら収集艇を閉じ込めた方がいいかなとか今いろいろ考えてますね。収集艇を閉じ込めると模範的な作り手のパワーが下がるので、うん、集められない可能性もある。あ、収集艇にしました。じゃあギデオンが残ると。さあ除去があるか、タカリアでしたね。あ、アーティファクトがあるので積んでるよ。なるほどなるほど。ライフが5だから、そうですね。ギデオンをブロックしても。なるほど。はい、というわけで、環境名戦準々決勝勝利したのは市川祐希選手、あ、失礼しました。ジェレミー・デザーニ選手でした。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。